Dシャオペン2日目成長日記ということでやっていきましょう。はい、だいぶ2日目にして上手くなってきたんじゃないでしょうか。そしてね、イメージトレーニング、これ一番大事ということでちゃんとやっていきましょうね。はい、2日目ということでね、今回はね、回っていこうと思ってね、気合を入れて練習に挑みましたということで、回った瞬間どうぞ見ていきましょう。はい、うまいですね。初めてにしてはだいぶいいんじゃないですか。すごい喜んでおります。そしてまたまたイメージトレーニング、もうねこれやんないとね不安でしょうがないということでちゃんとやっていってますね。はい、で今回縦と横から動画を撮ってるんですけども、縦で撮った場合このロンダートどこ蹴ってるかなとか、手どこについてるかなっていうのを見ています。これね、ロイター板蹴り外してしまったらね、もうすごいことになってしまうということで、ちゃんとね調整しながらやってますね。あと手もね、あの跳馬からはみ出てしまったらもう顔面なんでね、そこいっちゃん怖いですね。まだね全然怖いんで、その恐怖心をなくしていくことによって練習が上手くなっていくのかなという感じです。はい、でロイター版ね、すごいね、もうミリ単位で調整しています。嘘です、ミリは嘘ですね。はい、センチごとに調整していますね。しっかりしないとなんか足踏み外しそうで怖いなっていうところでちゃんとやっています。お、どんどん上手くなってきましたということで、リーシャオペン成長日記、ご視聴ありがとうございました。そしてまた動画見てください。それではバイバーイ。